超借金大国日本無責任な政治家や国民だらけの日本そしてリーダー不在の日本あなたは今の日本を危ないと感じたことはありませんか日本を再興しようこの日本を変える主役はあなたです が多彩なゲストとともに希望ある明日の日本最高へのシーズンをプレゼントこの種を育むのはあなたお待たせをいたしました田中康雄の「日本最高日本最高へのシーズン」の時間がやってまいりました、えー、本日は保守派こそ反原発をと。 題して、えー、北海道大学の中島武さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。ますえー、中島さんはですね、ちょうど今から一年ほど前にこの、はいえー、日本最高にご出演いただいて、はいえー、確かその時はですね、まあ、はい、その報酬というもので,、はい、でまあ実は田中康が自分でですね、うん、いや,いや、はい、私こそ報酬本流だっつったらですね。はい <laughs> まあ保守イコール日,が日の丸君が代靖国だと三代話と思ってるような人からふざけちゃいけねえってですね大変にお怒りをいただいたんですけども、はいはい、その時も中島さんとその表層的に現れる記号のようなものではない保守って何かをお話しいただいたと思います。 あ今日は中島さんが週刊金曜日、中島さん、西部進さんの雑誌、表現者これの編集もやってるんであり、また週刊金曜日の編集員でもあると、通常、そういう人はどっちだよ、ねなし草かよおってんだけど、そうじゃなくて、プリンスプルがちゃんとある方なんですけど、その週刊金曜日で、保守派こそ半原発をという文章を書きで、私が大変感銘を受けていました そうですね、あの保守っていうのはまずどういう思想なのかっていうところから僕考えていく必要があると思うんですけども、はい、保守っていうのはやっぱりあの近代の人間の,その理性に対するある過剰な意挙とかですね万能主義のようなものに対して斜めから見ると言いましょうか懐疑的に見る理性って本当にパーフェクトなものなのか、うん、パーフェクトな理性を持っている人間が完全な社会を作ることができるっていうような、まあ、ある種の進歩主義っていうものに対して疑いを持つっていうのが 保守という思想のおそらく非常に重要なエッセンス中心のところにある考え方なんだと思うんですよね。でとするとその人間の理知的なあるいは理性的に作っていた科学技術っていうものを万能視することっていうのはう保守派としてはこれどうしてもできないわけですね。つまり人間不完全な人間が作り出したものは永遠にやっぱり 不完全である、うん、っていうふうに見なさないといけないので絶対に安全な原発っていうのはありえないっていうのがまあ保守派のですね保守思想から出てくる当然の帰結に僕はなってくると思うんですね私もずっと以前からそのよく講演をするときに、はい、いや、はい、あの科学を信じて技術を疑わずという、うん、無臨性ではなくて、はい、科学を用いて技術を超える、はい、でもそれも超えきれない、うん 科学を超えきれないかもしれないけれども、うんはい、でも同時にマイス,マイスター職人というような五感を持った人間がいるなら、うん、科学を用いて技術を超えるという、うん、その過流性に基づいた社会を目指そうって言ってたんですけど、はいはい、そうですよね、うん、つまりなんていうのかなあの人間の,その理性っていうものにあまりにも息をしすぎずですね、はい そのおっっしゃったように無ななものではないあのやっぱりどうしても人間は間違いうる存在である、うん、どっかにあの不完全な面というのが存在し倫理的にも知的にも人間というのはどうしても不完全である、うん、とするならばその人間の理性とか理知的なものを超えたものに一定程度意をした方が世の中はうまくいくんじゃないかじゃあ超えたものとは何かっていうと常識だったりとか慣習や伝統というものであったりとか社会的な 経験値ののよようなものですよね、うん、っていうものに影をしながらしかし世の中は徐々に徐々に変わっていくのでそれに合わせて全身的にグラジュアルに一気に赤色から青色にしてしまうんじゃなくてその間にグラデーションのようにですね徐々に徐々に社会を変えていくっていう、うん、そういうふうな保守するための改革っていうのが重要だっていうふうに考えるのが保守思想なんだと思うんですね。うんうん ところが原発の問題以前に、うん、なんで日本の保守っていうのは、はい、そういう発想ではないような、うん、本来の保守の、はいまあ、区分けというか。うんはい 整理が本来必要なのに曖昧になっちゃったんですねそれはどううししたんでょおそらく長い間ですね一つ冷戦構造っていうのがあって保守あるいは右と言われるものは反共産主義反共であるっていうそういう非常に強いですねベクトルといいましょうか対立軸があったわけですよねでそういうふうな中でですねやはり計画経済をやるようなソ連っていうものに対して資本主義を守る自民党みたいなものがですね あの保守というふうにされてきたというです、ねど,ね、どうもその対立図が少しずれていたということと、うん、もう1つは、うん、1> 日本はあのおそらく右の人たちも左の人たちも自分たちはマイノリティだと思ってきたんですねどういうことかというと<ー>あの保守の側からするとですね、はい 教育やメディアっていうのはほとんど左翼が牛耳っていると戦、うん、後民主主義っていうもののそういうふうな <laughs>、うん、あるいはアカデミズムもそうですけれどもそれ左の画像であると俺たちの言論の場所なんてのはほとんどないんだこう考えてきている節が非常に強かったわけですよね一方でその左派の人たちっていうのは、うん、いやそんなことはないと日本は政治がずっと自民党の一党優位体制で続きそしてそれが 利権っていうものと結びついてですね。その村落共同体のようなところと、ズブズブの関係にあると、こういうような体制を打破していかないと、新しい改革はできないんだっていうことをまあ、ずっと左派の方は考えてきた。つまり、政治においては、やはり自分たちはマイノリティであると、まだまだと大きな利権というものにぶつかっていかないといけないまあ、両方がですね。実は自分たちはマイノリティで自分たちの声は中心的なものではない。っていうふうに考え続けてきたために。 お互いのパラソイトが始まったんんだと思うんですねんアンチ左派アンチ右派っていうものを掲げていればそれによってなんていうのかな自分たちのアイデンティティというか何かっていうものを勝ち取ることができたそうするともうどん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 なんていうかな断片的なパーツパーツに反応するような。 若者の言葉で言うと、萌えのような現象ですね。安、ねえー、靖国萌えとかですね。あの、球場萌えとかですね。そういうふうなパーツパーツに対する反応っていうのが生まれてきて。うん、全体のビジョンとか、全体の思想っていうのが、そこからそっくり抜け落ちていった。うん、なんか、そんなお互いのパラサイトがあったのかなって気がすす、ね。か非常にこう、まあ。両方、教条主義というか、うね、つまり赤い服着てる。うんはい、あるいは、まあ、最近というと、緑の服を着てる。はい、あいつはおかしいに違いないって言ってるし。そっちの人たちは逆に、あいつはグレーの服着てると。うんはい 黒い服着てると、はい、ステンレスの服着てると許せねねえっていう、はい、はいはい、ううん、そそんんんななな感じじでですす中身ゃですよね表層的に表れた記号として、うん、もう本当になんかにヴィトンのバッ,バッグを買えばセレブみたいなのと同じように靖国に行けば保守とかですね非常にあの断片的なですね、うん、そういう熱狂が起き,て起き続けてきて、うん、背景にあるどういうふうなものに対して保守思想っていうのはあらがってきたのかどういう哲学なのかっていうのが おそらく見失われたんじゃないのかな。うん、で、その先にあるのがおそらくこの原発論争というものに現れてくるものなのかなと思うんですよね。あの、はい、中島さんはその中で、こういうふうに、まあ、先ほどおっしゃったように、その人間の能力に決定的な限界がある以上。はい、人間が作り出す技術にも決定的な限界があると。うん、保守派の世界観では、絶対に安全な原発など成立しようがないと。はい、どんなに技術革新が起ころうと、完璧な原発など生まれようがない。はい、で、まあ、そのあれは保守思想の根幹にあるのは。解任主義。 怪異的な人間感、はい、人間はいつの時代も過ちを犯し続ける人間は常に不完全でありパーフェクトな存在として現れたことなどない多分これをまたお聞きになると「いや懐疑的とかそ,、はい、そんなネガティブじゃないよ」と「報酬ってのは本来その地域の絆があって人間的でもっと明るいんだよ 何、うん、かこういうあの中島さんがお書きになってるのはい、全然これ懐疑的とか不完全だから、はい、もう我々はこうなんかもう諦めちゃいましょうってことじゃ全然ないんですよね。とい意味でのその弁償法的保守主義っていうか経済的社会主義じゃないっ。ってはい 特定のものすごく頭のいいエリートがです、ねうん、紙の上でペーパーだけで何か青写真を作り、はい、それに基づいて世の中を設計的に作っていけば、うん、バラ色の未来が作れますというようなこういうものに対していやいやそうじゃないだろうと、うん、多くの人たちが時間をや年月をつけ、うん、かけて作ってきたある良識とかです、ねはい、経験値のようなものを生かしながら徐々に変えていった方がまともな社会になるんじゃないでしょうか。いう ある種のみんなの合意形成っていうものを重視する立場っていうのが保守派なんんだろううと思うんですね、うん、つまり今お聞きしてすごく刺激を受けたのは、はい、つまりそうするとその、まあ、労働組合の人たち、はい、計画経済の人も、うん、その計画中期5か年計画みたいな行政も。はいはい みんなこれ頭でっっかちだったと逆に言うと新自由主義でも、うん、とにかく数値至上主義と短期間の,あの四半期にどれだけ利益を上げればボーナスすごいぞ、うんはい、みたいなこういう人も実は非常にその頭でっかちな数字の通りにいくはずというそうなんだと思うんですが、うん、やっぱり理性に対する過剰な期待というか過剰な意挙というものを避ける。 ただ、のの保守は理性を批判してるわけじゃあの否定しているわけじゃないんですよね、理知的に物事をずっと考えていけば考えていくほど、この理性というものにはどうしようもない限界があるということを理性的に把握することっていうのがあの保守にとってすごい重要なことなんだろうと思うんですね、やりあの理性の田中さんの言葉でいうと、無病性みたいなものに対する疑いを持つこと。 っていうのが大切なんじゃないでしょうかね。で、はい、まあ、あの中島さんがその保守派こす反原発をということをお書きになって。はいはい、まあ、書かれたのは週刊金曜日でしたが、はい、逆に中島さん、その、うん、まあ、本来自分が保守だと思ってるような方たち。とも、はい、のネットワークがあられるんで、はい、反応はどうでしたか、はい。そうですね。あの議論にももちろんなるんですけれども。うん、この保守思想自体についてですね。うん、お前の言ってる保守思想は間違えてると言われたことはほとんどない。 ですね、しかしあの例えば、まあ、一つの,あの反論のあり方っていうのはあなたの言う通りだとしかしその日本の,その原発っていうものは その核技術ですね。安全保障の問題と一体の問題であると。うん、つまり日本はあの核保有っていうものは現在していないけれども、潜在的な核保有ができるというですね、潜在力っていうものをポテンシャルを持っていくことが安全保障上重要なんだっていう議論をされる方ももちろんいますよね。で、そういうふうな議論に対してまああのどういうふうにここから現実的に安全保障上本当に原発とその核の問題っていうものが一体なのか、あるいは そうじゃなくて、まあ、やはりこの核の問題っていうのを放棄した上ででも日本の安全保障を考えられるのかとか、うん、トータルな僕は議論が必要なんだろうと思うんですよね、うん、あるいはあの一気になくすというふうにお前は言っているのかとかですよね。 まあ僕もそんな一気に原発をなくせというよりはグラジュアルにです、ね、徐々にやはり現実的にあのやめていくという方向を取った方がいいと思うんですが、まあ、あのそういうようういよな批判でしょうかね現在の原発が全部稼働していなくても火力と水力だけで十分賄えるというのはこの間、武田さんにもですね常谷さんにも出ていただいたし私もこの間予算委員会で5分でやったんですけどそういうことを言うとまたその先ほどの表層の の言葉を捉える人は火力と水力だけでも十分足りてるって言うとお前は脱ダムだったんじゃないのかとかって言ってけど今おっしゃったようにその脱原発依存というかですねそしてその工程表をどう示すのかということこそが本来あのプラグマ計画経済とは違うあの非常に人間に立脚したプラグマティックな政治や経済のあり方じゃないかと思うんですけど。 脱原発というのは僕はリンクしていて重要だと思っているんですがつまり保守派としてはですね特にあの原発の問題というのは半径2 3 0キロという大きな領域すっぽりにですね今、やはり人がまともに住めるような状況ではないとそれがまあ一定期間続くだろうというまあ予測があるわけですね。 つまりその領域に住んでいる人たちの伝統や慣習とかですね生きる土壌とかですね,ですね、はい、とっても大切な土地とかですね、はい、カルチャーというのはカルチベイトという耕すというところから来てますけれども、はい、そういうような文化そのものをですね、はい、そっくりと非常に大規模に失うようなこういう現象であるわけですね、はい、さらにずっとあの東京に住んでいるお母さんたちというのは子どもが保ね、あの影響がないかというのをずっとストレスを抱えながら生き,ざ生きないといけない。はい あらゆるそのなていうのかな影響するものというのが後半にわたるまあそういうものをですねやはり日本の保守派がですねこれほどあの国土とかですね景観っていうのを重視するべきですね立場の風土っていうのを大切にする保守派がこれを進めるということは僕は非常に問題があると思うんですねでおそらくダムの問題もおそらくあの田中さんがおっしゃっていたのは同じようにやっぱり里山のようなものとかですねやはり日本の自然と人間の調和したようなあの伝統的な在り方というものを 保守しながら自然と調和したあの日本の景観っていうのを作っていきましょうという考え方で、そこはあの同じなていうんですかね、延長上にあるものだと思うんですよね。うね今里山って言葉が出ましたけど、里山ってのは本当に安木地というか敷地の範囲だと思うんですよね。多分その里山より上はもののけ姫と熊さんがいて、まあ一番上に必死の森で祠は作ったかもしれないけど年に1回くらいしか行かないと。うんうん で里山より上で皆さん暮らしてよと、はい、そこのどんぐりはなるようにしときますよと、はい、その代わり里山より下には君ら来ないでよっていう、はい、パレスチナとは全然違う良い意味でのバ,、うん、バッファーだったと思うんだけど、ねはい、いつの間にか大規模林道を作って、ねうん、あのいっぱい山壊しちゃって紅葉樹もなくなったから里山よりも下にイノシシも降りてきちゃうと、うん、これけしからんっつってるっていう。はいうん それを除草、ね、剤や、はい、あの鉄砲を撃てばいなくなるじゃないかって思ってるっててるいう、うん、それを保守派っていうのはねやっぱり僕にとってはどう考えてもおかしい,いんですかねうん、うん、やはり日本の本当の保守すべき伝統的な精神とは何なのかっていうことに一脚して、はいうん、やっぱりそういうところにある鎮守の森とか、うん、そういうところからもあの日本人が培ってきたようなある精神性ですね、うん、スピリチュアリティとか、うん、こういうものをトータルに保守しようとするものっていうのが僕にとっての保守派なんですけれども。うん 逆にあの戦後の日本の保守と言われる人たちはそういうものをどんどん,どん,どん破壊するようなそして、科学依存ですね、うん、計画経済的なものへの依存というものが非常にあの強く傾斜していた、うん、どこかで僕は入れ違っちゃったんじゃないのか,かのと思うんですねまさに魂がない計画経済という点ではこぶし上げていた左の人も、うんはい、今おっしゃったような、はい、新人経済の倉庫になっているような右の人も。はいはい 同じでですすよよねね、うん、そうなんですよ、ね、<laughs> だから回り回って何か同じようなことを言い始めているっていうんでしょうかね<ー>そしてあのパーツパーツに基づいた断片的な批評批判っていうのが起きてきて全体の物語を両方が失っているんなんかそんな印象があるんですよね。うん、ねはいいやあの今日は先ほど中島さんにも、はい、あのぜひ見ていただこうということで「うんはい、まあアップリンク」というあの渋谷の、はい え東急百貨店の本店の先のところにあるところで今まあ皆さんもご存じだと思いますけども「10万年後の安全」という映画をやってるんですねこれはあのフィンランドにあの地下に奥深いところにその放射能の廃棄物の処分永久地層処分場とそして10万年持つような場所を作りましょうというまあすごく映像がきれいで。 何かこう非常にファッションの映画を見てるような感じなんですけど、これが今非常に多くの方々がご覧になってるんですね。で、これ見た時にあのフィンランドきっと真面目だったんですね。真面目だからだって。具体的に核が原発が良い,い。悪いよりも現実にいいもあって、そこに核の廃棄物が出てんのにそれをどう処理するか？ みんな六ヶ所村も常温に戻るの300年って三百けど300年だって江戸時代に戻っちゃいますしねもっと言えばそのアメリカは100万年っつってて10万年、うんはい、10万年後の人は言葉が分かるのかって冒頭出てきて分 <laughs>、はい、かるだろうよと思ったけど、うん、でも10万年前はネアンデルタル人だってなるほどこんな入っちゃいけませんっていうマークも分かんなくて、うんうん、逆にファラオの遺跡のようにいいものがあるのかなと思って入ってっちゃうかもしれないっていう。はいはいはい ちゃんとリズメで処理しようと思ったらリズメというのがどん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 答えの出ない奥深いなんかトトロチになっちゃってるんです、ね。つまり保守派として受け入れられないのはやっぱり永久に持つっていうような観念ですよね。不完全な人間がですね永久にあのなていうかな持つ保全できるような構築物を作れるわけがないですね。うん、どっかにあの想定外の事態っていうのが当然のことながら まああの忍び寄ってきてですね全然違うようなこと我々が思ってもしないことが起きることを前提にあの安全というのは考えないといけないと思うんですがしかしそれをもはや人間は処理しきれないわけですよね核廃棄物の問題というのはこういうものをやっぱりあの持っておくというのは僕はいかなるものなのかというのが非常に強く思うこの映画の中でそのいや立派なのはそのいわゆるこの地下奥深くに10万年もでも、はい 今まで1万年持った建物もない、うん、と言われてんですがです、ねはい、その会社の人たちも全部この監督のインタビューに答えて、はい、まああの学者も答えたり働いてる人も答えるんだけど、はいはい、象徴的だったのがその、はい、いや放射能というのは、はい、匂いもなければ色もない、はいはい、おっしゃる通りなんですよね。そ、はい、その時にあつまりそれは はい、人間の本来持ってる五感、うん、機能の五感も感覚の五感も察知しえないものというのはやっぱりどこかに「神の仕業だ」とか言いながら原発推進しようと思ってる増税派の良さのかおる様もいらっしゃいますけどそれとは違う意味でやっぱりこれはその人間が触れちゃいけませんって隠すんじゃなくてその人間があるところから敷地を超えてるから気をつけなさいっていう範囲の こととななんだなって思ったんだだっ思思たですすよねね、うん、そうだと思いまあとそういうような、まあ、構造改革派というかあの人たちっていうのはどういうことをおっしゃるかというとその原発のリスクリスクって言うけれども、うん、原発であの人がどれだけ死んだんだっていう <laughs> こういうことを言い出すんですよね、はい、それに対してあの車社会って言ってるけどその自動車事故で死んでる人っていうのはもっとたくさんいると、うんまあ、統計で出てくるのでいうと5000人とかですけれども年間それぐらいいると原発がそれぐらいの人命を奪っているのか。 というようよなことをおっしゃるんですけれども、はい、これもあのいくつかの面で僕はとんちんン,チンカな議論でやっぱり原発が失う,なんていうのかなリスクというもののフェーズというのは明らかに僕は全然違うフェーズだと思うんですねとにかくあの半径何十キロという範囲が、はい、あそっくりとです、ね、失ってしまうような、ええ、人間にとってあの生,きる術生きる時に非常に重要なトポスのようなものですね自分がそこで生きることによって意味ある空間というものをそっくり失ってしまったりとかですね、うん あるいはですねずっと東京やあの東北地方あるいはもう少し拡大した東海地方なんかに常にあの食料に対するリスクが起きてきたりとか水とかですね子どもさんの安全の問題とかっていうのはずっとストレスなんかの問題にも響いてくるような問題こういうのをトータルして考えないと人命がいくら失われたかっていう頭数だけでそれを数値化してそれをリスクの指標にしようとするものっていうのはやっぱりこれもどこかで,ですねおかしな現象だなというふうに思うんですよね。 それが何でなかなか分かんないでしょうねつまり繰り返しお話してますけど飛行機事故であったり列車事故は痛ましいけれどもある場所である時間である社会的なグループその家族でとどまるのに対してこの原発っていうのは再現がない範囲も期間も蓄積も 再現がない、はいうん、そうですね,ね、うん、さらになんていうのかな非常にあの期間が時間的なスパンが長いですよね、はいはい、飛行機事故にしろあの自動車事故にしろやはりある瞬間的に起きるものですけれどもこれは,やはり非常に長期間にわたって、はい、あるいは国境を越えて起きるような問題ですよね、はい、でこういうものをそう簡単にです、ね、あの容認するということは非常に僕は難しいんじゃないのかと思うんですよね。ーーうん まあだから逆に言うとでもまあ確かにマダム・キューリーが発見しなくても誰かが X 線というか放射能を発見したんだと思いますそれによって人間の体をチェックすることができるようになったというのはあるけれどもあるところからそれが違ってっちゃうでもそれがあれですね保守派だけじゃなくて革新派と呼ばれる人もそれが 永遠の人間の成長だと思ってたんでそうですねかつてはそうだったと思うんですけれども<ー>それとおそらくテレビをご覧の皆さんというか、はい、普通の庶民にとってはですね、はい、僕今難しいことが起きてると思うのは、はい、やっぱりこの原発の問題っていうのを毎日毎日ですねインターネットなんかを見て。はい チェックし続けるっていは大本はもともと政府と東京電力が枝野さんじゃないけど今のところは大丈夫って言ってるけど後から隠してたことが出てきちゃうから「誰を信じていいんだ」と「メルトスルーだ」でも「メルトスルー」って言葉を使おうとすると「待ってください」とそれはみんなに 無用な不安を与えますとかって、はい、つまり今この数か月で起きてきたのはやっぱり政府とかさまざまなものに対する信頼度が落ちたということですよね、うん、国民から。うん、とすると国民はもう自分で全部判断しないといけないっていう究極の自己責任社会のようなものが出現しみんなインターネットで数値を見るとけれどもこんなにあの高度な科学技術のことっていうのは。 一般庶民が分からかるわけがないですよねすべてを把握する、えー、もちろん僕も全然分からない部分がたくさんあります、えー、となるとですねこんなのずっとチェックしているともう疲弊してくるのでどうなるかというと、えー、もう状況へのネグレクトって言うんですかね放棄が起きてくると思うんですよねいやあの先ほど、うん、中島さんと控室で、はい、いや北海道札幌にお住まいので、うんはい、のもともと関西の出身ですけど来たら 前回と違っっててマスクしてる人も全然ないい、うん、なんでびくり東京はねだからあのー、この原発事故の3月4月っていうのは皆さんかなりの率でマ,イマスクをされてたと思うんですけども,、はい、もうほとんど僕今日電車で来ましたけれども電車で僕が乗ってった車両の中にマスクしてる人は1人もいなかったですね。これはもう あのしかし、リスクっていうのはずっと続いていると、うん、どうするとやっぱりあのネグレクトが起きているんだと思うんですよね、うん、もうそういうようなことを考えたくない、めんどくさい、もうそんなのずっと追い続けるのはしんどい、うん、こういうふうになると目をつぶってしまう、うん、あの危機を感じた時のダチョウがあの砂に首を突っ込むようなもん現象で、うん、そういう現象が僕は起きてしまってるんじゃないのか、うん、もう忘れたいっていう感覚がどっかに僕は国民の中で生まれていて、うん。 こういう状況で僕、危ないと思うんですよね。あの、うん、マスクをしていた時は、じゃ、マスクでどのくらいかわからない。うん、まあ。ある意味じゃ、そのぼは、その放射能ってのは、はい、あの、アスベストや、トンネル塵肺と同じように。はいうん 中に入ってて拡散しでまあ,あ,あの方はまはあ、トンネル工事現場だったり、うん、まあアスベストは地域住民にもありましたけども、はい、まあ,ある種目に見える形だったけど、はい、放射能は全く知らないうちに中でしていくとで,、ね、でもだからまあマスクをしてたんだけども、はい、それは一つのあれですよね政府とか電力会社とかリーダーシップが信じられないから夜景国家で自分で防御しなきゃと思ってたんだけど、はい、でもそれもだんだん疲れてきちゃったうそうだと。思うんんですよねこなななにずっととし続けないといけないいい、うん 社会っていうのは、国民に過剰な負担をかけすぎる社会ですよね。うん、で、これは僕は持たないし、結局のところ、国民はどうなっていくかというと、はい、もうええやと。もうちゃんとしたリーダーが一気に決めてくれっていうような、ガラガラポン現象っていうんですかね。あるカリスマを求めていくような、うん、そういうあの断言型の政治家を求めていくような。うん、そういう風潮を作りかねないと思うんですよね。うんうん、やっぱりこの政府が失ってしまった国民に対する信頼度。っていうのは、やはりものすごいこれから。 を残していいく大きなな問題じゃないかなっまあ僕もずっといや手続き民主主義で手続き踏んでるけども、はい、アセスメントやったっつって、はい、結局ダム作って、はい、うなんか答えはねじれてると、はい、だったら成果民主主義だって言ったんですけどただその場合に私たちが言ってたなは成、い、果民主主義だからっつってその理念やプリンシプルのないリーダーに固くすんじゃなくて、はい、それを思ってるかどうかを我々も五感で判断をして。はい そうじゃないときには逆に手続き民主主義のいろんな手段でその人を下ろしたりいろんなこともできるってことだったんだけどどうも今それも機能しなくなってきちゃったっううそうなってきてる感じですよねだからまあそういうようなある種のシニシズムっていうんでしょうか、はい、国,国民の間での,その霊障主義みたいなのが蔓延するっていうのは僕は非常に極端な政治を招き入れやすい状況なんじゃないのかなと。 いいいいうふうううふにに思うんです、ね、それにはどししたらょいやもう本当にあの一つ一つですね、うん、僕たちはやっぱりその社会のいろんなものに参加していったりとか、うん、自分たちでその一人で考えるっていうのは非常に難しいですから、うん、やっぱり地域社会とかですねアソシエーションのような、うん、その中間的な領域ですね国家と個人の間に、うん、これをやっぱり鍛えていくっていうのは僕すごい重要なことなのかなと思ったりしますね。 六ヶ所村ラプソディーという映画もありましたけどそんなの中で僕すごい象徴的だったのがある女性がそこへ行って意見を言うと、はいはい、拳上げてんじゃないけど黙ってるってことは結果として体制の側を認めることになっちゃうのよ、はいはい、だからやっぱり諦めずにゆい動くことよっていうの象徴的においますけどそれは逆に言えば真の保守だろかもしれませんね,ね、うん、え今日は中島武さんにお越しいただきましたありがとうございました日本の借金は1000兆円を超え今も増え続けています このままではあなたの子供や孫未来の子孫にまでこの借金を背負い込ませることになります共に立ち上がりましょう日本最高の主役はあなたですあなたの一票で日本が変わる。